ありがとう。ごめん、待ったわ。あ、昨日から待ってたね。あ、あんま待ってないね。あ、それつけててくれたの。あ、これ、うん、いや、これめっちゃ使いやすくて。あ、めっちゃ。何使ったの？ありがとう。どっか行きたいとかあります？前にできたカフェ知ってる？あの、あ、いいらしい。あやと付き合って2年、お互い仕事が忙しい中、こうやって近くを散歩するのが僕らなりのデートだった。僕はあやのそばにいるだけで幸せだった。この日は少し離れた公園でちょっと遅めの夏を楽しんだ。この時間がもっと続けばいいのにと、僕は綾に会うたびそう思っていた。コロナを機に仮想現実はさらに普及した。現実世界と区別がつかないほどリアルになった仮想現実。寝てる間だけでも自分の思い描く理想の世界に行くため、仮想現実の世界へ行く人が増えていった。仮想現実との落差で鬱になる人も少なくない。僕もその一人だった。どこにも行かないで。